この青年、恵比寿の村から来たアシタカ。右腕には、たたり神から受けた呪いのあざを持ち、解除するために獅子神を探している。その横にいる赤獅子は、相棒のヤックル。立派な角があるが、多分メス。旅の途中に、分かりにくいようにスケベをしたり、プレゼントを使い回したりするが、人間と自然が共生できるよう、アシタカは、今日も奮闘していく。